最初の目撃情報は福岡市中央区事業浜。メールにはこんな疑問が添えられていました。打ち上げられたカブトガニをよく見てみると番号が記されたタグがついていました。これって何なんでしょうか？情報を受け現場に急行すると、あれ、いた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 、あれじゃないですか、流されてる。体長30センチほどの生き物がもう動いてはいないようです。カブトガニですね。これカブトのような形の甲羅。Oh my god! タコ？タコ？ノーノー、カブト、カニ、カニ、クラブ、クラブ、クラブ。普段は海底に住むという絶滅危惧種、カブトガニ。公園の管理会社のスタッフも、この海岸に打ち上げられることは珍しいと言います。その甲羅、見てみると、確かにタグが。マリンワールドに問い合わせてみると、福岡市の環境局の方で常識放流というのをしておりますので、その番号かと思います。博多湾は国内でも数少ないカブトガニの生息地の一つ。このタグはその希少な生物を守る目的で付けられたものでした。カブトガニがですね、6月から9月に非常に行動的になるということを受けてですね、漁業組合の皆様方にご協力いただいて、漁で網にかかったカブトガニを集めていただくようお願いしている。かつて漁の網に絡まる厄介者として扱われることもあったカブトガニ。腹部の欠損はなしですね、はい、福岡市では漁師の協力を得て、網などにかかったカブトガニは一度保護し、個体数の調査を行っています。タグをつけた後は、再び海へ。あ、動く。あ、元気。あ、お、ギシギシいってる。めっちゃ反り返ってますけど、大丈夫ですかね。大丈夫です。ほら、海だよ。あ、来ました、来ました。深い海の方に戻っていきます。高度成長期の環境悪化。大規模な埋め立て事業などで住む場所を失い、激減したといわれる博多湾のカブトガニ。ところが、福岡市が毎年行っている生息個体数の調査によると、その数は近年増加傾向にあるんです。その要因は水質の改善だけではないそうです。カブトガニが産卵にやってくる場っていうのがすごく整ってきてるんだと、それが大きな要因ではないかと。福岡市西区今津、現在市内で唯一カブトガニの産卵が確認されている今津干潟です。来てくれることによって自然が守られてるんじゃないかなっていう気持ちでいますね。地元の市民団体が中心になって行っている海岸の清掃、産卵数も増加傾向があり、活動が実を結んでいるのではと話します。そして嬉しい出来事も。実際その産卵を見たのはですね、去年が初めてなんですよ。で、夜とかですね、産卵したら見えないじゃないですか。だけど昼間してくれたから、沖に帰る前にですね、こう私たちにこう顔を見せてくれて、そして帰りましたね。だからなんかお礼を言われたのかなと。さらにもう一つ、福岡市東区から届いた情報によると、箱崎浜でカブトガニを見つけました。
生きています。中村さん家族が発見したのは小さなカブトガニの子供。場所は山笠のお潮い鳥でも有名な箱崎浜です。この目撃情報に専門家も驚きを隠せません。これって大ニュースですよ。大きいカブトガニは自力で結構移動できますけど、ちっちゃいやつがいたっていうのはもうその周辺で生まれて育ったっていう可能性が高いってことですよね。だから今津以外のところで産卵してるのがまた観察されたら、これってすごいことだと思います。かつて博多湾の様々な海岸に生息していたカブトガニの幼生、一度失った自然の風景がまた戻ってくるかもしれない、そんな希望の光ともいえる発見でした。